メインビルディング。大学内で最も古い建物の一つ。その前にはクリケットのピッチが広がっている。ハーパーアダムス大学はシュロプシャーのニューポート付近に位置する英国の公立大学である。1901年に設立し、農業部門において高い教育レベルを誇る。50以上の教育、研究施設と550ヘクタールに達する農地を有する。 2015年現在、4985名の学部生、595名の院生、30を超える国からの約100名の留学生が学んでいる。トーマス・ハーパー・アダムスというシュロップシャーの裕福な地主のこの土地を実践的かつ理論的な農業を教える場として活用するようにという遺言を受け、ハーパー・アダムス大学が1901年に創設された。 1915年4月に戦時中の農業従事者を増やすため、英国の大学としては初めて女子学生を受け入れるコースを設けた。さらに障害を負った退役軍人に農家としての教育を施すなど、社会に貢献した。第一次世界大戦では約400名の職員と学生が徴収され、そのうち40名の戦士が確認されている。 1921年に女性金申請が認可されると、戦没者を記念して、大学図書館が設立した。その後のさらなる調査で判明した文も含め、すべての戦没者の名前を記した板が2015年3月に掲げられた。ちなみにこの板の制作者は、大学財務課のピーター・ナンである。また、大学図書館の外には新たに記念公園が作られた。 1920年代の農業不況によって学生数は激減したが、1922年に総長に就任したチャールズ・クローザーの尽力によって大学は存続した。彼は1926年に国立畜産研究所をオープンさせるなど、ハーパー・アダムス大学の教育、研究水準を引き上げ、第二次世界大戦中も大学は閉鎖しなかった。2014年に、 ハーパーアダムス大学は研究評価機構によって、その研究レベルを高く評価された。主な研究分野とはと、土地利用マネジメント、農業工学、作物病理学、食品科学、バイオテクノロジー、動物福祉学など多岐にわたる。ハーパーアダムス大学には、以下の11学科が存在する。2012年にユニバーシティと認定されてから、 各種の大学ランキングの順位を上げている。学生組合はパブを管理しており、毎週水曜日の夜にはライブが開催される。また、以下の4つのダンスパーティーも開かれる。フレッシュナー、S ボール9月、クリスマス、S ボール12月、パディーズボール3月、サマーボール6月。パブの他にもキャンパス内には、コスタコーヒーなど多くのカフェがあり、これらは大学によって管理されている。 大学図書館には4万3000冊の蔵書があるが、その他2000部ほどの学術論文、4万4000冊の電子書籍が利用可能である。近年書籍、論文の電子化が進められ、この数字は今後増えていくことが予想される。約3.7億円という多額の投資によって、2013年10月に、ザ・プリンセス・マーガレット・ラボラトリーが、2015年1月に、 ジーン・ジャクソン・エントモロジー・ビルディングが、そして2017年6月に、ザ・エリザベス・クリーク・ラボラトリーズ・ビルディングがそれぞれ、完成した。それ以前から、クロップ・アンド・エンバイロメンタル・リサーチ・センターや、デアリー・クレスト・イノベーション・センターなど、多数の実験施設が存在していた。院生、学部生の多くは、以下の15の学生寮に居住しているが、エジモンドやニューポートに下宿している学生も、 少なくない。本館の最上階には、芸品室が10部屋あり、年に数回外部の教授などが宿泊するそうであるが、はるか、昔この部屋で学生が、集団区別に自殺したという話がある。また、学生宿舎の一つである、フラットファームは、大学ができる以前に、農家の宿舎となっていて、時に誰もいない廊下の床がきしむ音が聞こえるという。その他いくつかの宿舎にて、 最初に部屋に入って、ベッドに腰掛けた際隣に誰かが座っているような気配がしたという報告もある。英国には、こういった階段がいくつも存在するが、しばしば数百年も前から存在する、石、レンガ作りの建物と、日中も薄暗い天候が、相まって、さもありなんと思わせられる。ありがとうございます。